はい、どうも、一般人です。ちょっとね、買ってきたこれがね、電動ファンがなんか周りがね、遅くなったんだよね。一応今ね、パソコンに挿してあるんですが、これぐらいのスピードでめっちゃ遅い。風がね、ほとんど来てないです。ちょっとね、このモーターの部分に試しにね、ベルハンマーを塗ってみましょう。果たしてどう変わるんでしょうか。全然ね、今のところ弱いっていうか、ほぼかろうじて動いてる感じだね。ちょっとね、ネジを外しました。中、あ、こんな風になってんだね。ちょっともうちょっとバラしようかな。はい、じゃあね、次このプロペラをね、グリ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 やって取ります。そしたらね、モーターが多分出てくるでしょう。はい、出てきましたね、モーター。ここにね、ちょっとベルハンマーを塗ってみましょう。じゃあね、ここにちょびっとだけね、このちょびっとだけここにね、塗ります。ベルハンマー、ほんのちょびっとだね。このぐらいだね。これでちょっとね、回します。やばい、このモーターの中に入らないように、ちょっと拭き取るか。ちょっと回します。はい、一応ね、周りにこぼれたちょっとね、オイルを、ペーパーウエス、こういうのでね、拭き取ってみました。さて、どうだろうね。まあ、若干周りが良くなったかもしれない。ちょっとここにちょっとね、染み込ましてくるくる回しながら、ちょっとね、これで回してみましょう。はい、一応ね、組み付けてみました。じゃ、ちょっとね、オンにしてみましょう。どうだろうね、オンにして。でも前より全然普通に回ってる。結構効果あったかもしれない、もしかして。結構ベルハンマー効果あるのかもわかんないです。なんかどっかの接触がなんかで治ったのかもわかんないけど、その辺は不明だけど、とりあえずね、今んとこはまた使えそうです。それでは皆さんもよかったらね、ダメ元でやってみてはいかがでしょうか。また会いましょう。バイバイ。ちなみにこれね、自己責任です。